はい、どうもスバルです。バトルフィールド5プレイしていきますということで、今回はコメントで要望があったドゥルリングショットガン使って遊んでいこうと思います。このドゥルリングね、ライフル弾もあるショットガンなんで、ライフル弾は一発しか撃てないということで、ヘッドショットかましてどんどんキルしていこうかなと思います。でもう俺こういったね、一発に魂を込めるような銃は本当に苦手でねフォルムは超かっこいいんだけどね、ハートマークのねチャームつけちゃったりしちゃってね、まあ、これで戦い合おうと思います。さあ早速ね、これ D ポイントまで行っちゃおうか。裏取りしてショットガンの方がいいっしょ、やっぱり先に言い訳するとマジで苦手だからほんまにスナイパーとショットガンはなぜか苦手。みんなショットガン最強、ショットガン最強言うけど、超連射できるショットガンは得意なんよね。これ2発しかないよそこはちょっとね、辛いポイントですね。威力は高いんだけどね、他のショットガンに比べると。さあ早速 D ポイント結構多めかな、これは。どんどん進行していこう。なんか足音近いな。びっくりしたでも山の中から出てきたんだけど、兵士が。さあこれ D ポイント簡単に取れそうやね。やばいやばいやばい、助けて。ナイス、分隊キルアシスト。これで D と C の間にいんのか敵。ワンチャン裏取りしたら刺さる説押していいか。これ洞窟側に大量の敵がいるんじゃねえかと。詰めていきますよ、どんどん。ちょうど味方もファイトして、あ、いるね。ベートショットしっかりと狙っていくからね、俺慎重派だから。でこれ多分詰めてくると思うから、ここで押さえつつ、あれ来ない、これ押せるな、ワンチャン。いけるいける、2キルで1回隠れて、多分機関銃乗ってるっぽいな、俺。あ、乗ってんね。オーケー、あ、ダブルキルいいね、貫通ダメージ美味しい。で味方もしっかりと合流してくれて、まあいいポイントしていこうかな。さあどんどん押していこう、これは。あー、戦車いるわ。これ一つばくらいでいくわ。いくぜー。おい、この謎のバナナの木に邪魔されたんだけど。戦車赤い至らず、一回左側展開しようか。戦車どこ行った。あ、結構探しな。痛い、めっちゃダメージ食らった。回復がないんで、ちょっと誰か助けると。キルアシスト、これ抜けそう。あ、当たるなやべやべ、エイムバレ、エイム悪いのバレる。ちょっとまずいかもしれない。あー、もうね、一発の緊張感っていうのがあるんですよ。その緊張感に今エイムが打ち負けてる。大丈夫。お、上側に敵いるっぽいね。これじゃあ裏取りかますか。1人オペレーションアンダーグラウンドとかさ、ああいった歩兵オンリーマップとかの方が刺さるんかね、やっぱりショットガンは。選択ミスった、これマップ絶対。最近ね、歩兵マップ回してるサーバーが少ないのよな。なぜかアメサバもほとんどそんな感じ。ロボットサーバーに関してはバンされてるから歩兵マップ遊べません。だからこういった広いマップでどうショットガンに立ち回っていくか、もうこういう草木を利用しながら行くってことよ。あいつ倒せるな、ワンちゃん。裏取りしてしばっか、これ近い。あぶねー。これで E ポイント、やべえ、なんか全然接敵しなくね。何これ、もうちょっと前線に敵張っといてほしいんだが。正面敵いるね、いつ側か。 OK、 ワンキル。そうそう、これがライフルだね。ただ一発しか撃てない、毎回毎回リロード挟まないと。戦車がいる、いけないから慎重に動いていこう。お、近いぞ敵。 OK、 ヘッドショット。そう、これを決めたかったのよ、このライフル弾。ヘッドショット一発近距離ね。こいつをみんな見たかったはずなんだけど、連続は無理です。いやー、それヘッドじゃないのか。危ない危ない危ない。ヘルプミー、カバーディスエリア開口時回復。あぶ、ちょうだい、 S 兵ありがて。でこれ D ポイントはもういっちゃうか先に。俺ショットガンでやられたら毎回毎回、うわショットガンかよって発狂するけどさ、使ったら使ったでむずいんだよな、こういう広大なマップ。確かにワンオンワンでやられてうざいけどね。俺倒した。さあこれで蘇生しようか。やられるとうぜえけど、やるってなるとね、ショットガン意外と難しいっていうのがバトルフィールド5だと俺は思ってます。歩兵マップでショットガンは勘弁してほしいわ。角待ちが本当にえぐいのよ。必ず一人は持ってかれるから、でその一人が俺になりがち。そうなった時にイラーってくるのよな、ショットガンは。 OK、 ライフル弾一発与えた。
この距離でちょっとライフル弾かましまってるか。この弾を使ってるぜ。一発、いや、どう当てしか当たらねえ。瞬時にヘッドショットが狙えねえ。お、教えてくれ、これ難しいって。これ目たがれたから近づくか。拡散弾に一旦変えて味方をうまく利用しながら行こう。ちょっと引っかかってる、引っかかってる。ワンキル、やべ、外した。オッケー、リボルバーでキル。まだこれ上にいると思うんだよね。あ、降りてきた。そしたら絶対やりたい。焦げ倒した。見たか、サイレントキリングよ。でこれちょっと蘇生しようか。若干まだ上に残ってるから、こいつらはライフル弾で始末したいね。どう当て、アキラアシスト。ヘッドがむずい。やっぱり弾幕しか勝たん。ショットガン禁止サーバー、実はショットガンエアプセス出てきたぞこれ。俺もっとショットガン強いイメージだったけどな。騎士道精神に反するから俺ショットガン使ってなかったから。実は本当はね、あの使えないとかそういうわけじゃないから、使わなかったから。だから使わなかった結果ちょっと下手くそになったわ。まあ今この敵の回遊魚ムーブに対してショットガンが全く効き目がないっていうのもあるね。あとはもうホエーマップとかちょっと狭いけど裏取り若干できるってマップとかだとショットガンは輝いてくると思うわ。オペレーションアンダーグラウンドのショットガンが一番強い気がするわ。あれでね、裏取りして後ろからバン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 って5発5人キルした時は最高に気持ちいいからね。からドゥルリング使ってる人あんま見ねえんだよな。本当になんかモサとか使い慣れているクロートしか使いません、使用者いませんみたいな、そんなイメージですわこの武器。だからこそみんなコメントでもドゥルリング使ってくださいって言ったんだろうな。俺これ練習するわ、ドゥルリング。たまに、あー多分この試合あんまり面白いの取れねえなと思ったらドゥルリング使う。あとはもうライフル弾でヘッドショットをね常にかませるってなったらエイムも完璧になってくると思うわ。いつもさ、スルムゲベアいうライフル使、アサルトライフル使ってるんだけどさ、もうあれは超うまいのよ。もう俺はね、あの武器ピカイチにうめえと思ってるんだけど、ただやっぱり武器変わってくると一気に下手くそになるっていうのが残念点やな。でそこをどう立ち回りでカバーするかよ。よく FPS ってエイムエイム言われるけど、俺は立ち回りの方が重要派だと思ってるから。まあ、結局、まあ、エイムも重要だけどね、どっちも重要なんだけど、やっぱり年齢を重ねるごとにエイムが悪くなってくるっていうコメントよく見るんだけど、そこはもうね、あとは頭を生かしきった立ち回りしかないと思う。そこはもう柔軟に対応するしかない。わかるわ、俺も最近エイム落ちたなーって気がする。マジ C ポイントもいないってこと、敵何これ。全然合わないんだけど。あよ、あーなるほどね。なんかもうああいう芋砂とか回遊魚によって今俺接敵回数減ってるわ。視聴者の方にもさ、40代50代の FPS プレイヤーの方は多いと思うんだよ。どうすか、やっぱりなんかエイム落ちたな、年取って反応速度落ちたなって落ちることあります？あそこに注意しよう。俺よく聞くのはやっぱりその、まあ、年老いていくにつれてエイムとか反応速度は俺落ちていくのは仕方ないと思うんだけど、だから落ちていくっていうその絶望感を抱きながらゲームをやると俺どんどん下手くなって出てくる気がするんだよなと思って、まあ、結局のところ、まあ、年のせいにして、まあ、努力しても無駄したということでどんどん努力せずに、まあ、なんか何も得ず、ね、どんどん弱くなっていくっていうその負の連鎖に陥ると思ってるんだよな。机上の空論やけど、俺もね40歳とか50歳なんかすぐ体感するんだろうなと思いながら毎日ビクビクしてるね。 FPS 今やってますわ。うわーすごい来てる。これ上だな、どうしよう。オッケー、ワンキル。この距離で拡散倒せるの強いな、ドゥルリング。あれはライフルなんだよ、ね、じゃ拡散しちゃった。いや、間違えた、キーミスする、キーミス。うわ、ここじゃねえんだよ、ここでライフル弾じゃねえんだよ。やばいやばい、グレネード。今こそ拡散だった。キー替えが大変だね。とりあえず E ポイントのこの裏側から攻めてくる敵は排除したんで、まあ、このまま洞窟側進行していこうか。で裏取りしよう、裏取り E ポイント。年齢とエイムとかいうそういう論文作ってるじゃないかな。年齢に対して実際反応速度とエイムは落ちていくのかみたいな、そういう論文を提出お願いします。これちょっとやるか。戦車一つばくらい突撃万歳。 OK、 破壊確認で、このまま E ポイントいこうか。多分敵いると思うんだよね、 E ポイントに大量に回遊魚してるのであれば。ここからショットガンの連続キル見せたのか。まず1人いるね。これは加速したんでやろう。OK、ワンキル。これ左側展開してって、家中とかにいるのかな。 OK、2キル、いいっすね。
で、これ草木っていう、これで正面突撃するとアサルトに潰されるんで、裏取りに裏取りを重ねてどんどん敵を倒していこう。 OK、 スリーキル。まだ E ポイントの中いるね。で、戦車が乗り捨てられてる。これはね、どうしようかな。あ、でも E ポイントもクリアか。この中にもいないってことは外周か。いたね。アイス倒して。あ、ずれた。2人いたのに2倍の松だったね、外れた。どう当て？こいつヘッドショット。 OK、 ヘッドショット。さあ、 E ポイントはこれ制圧状態です。待って、それ戦車見か、それ落ちてるやつだよ。落ちてるやつ、落ちてるやつ。敵いるね。こいつ倒すか。 OK、 いいっすね。連続切るよ。あー、うえー、そっからのポンド砲食らうの。いや、おせおせだったな。だ、本当に敵めっちゃ固まってたと思う。で、どん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 スターリングラード包囲網作られて、 GG が増えてくるかな、これは。はい、 GG ということで、お疲れ様でした。まあ、ちょっと成績的にはドリリング使いこなせてなかったんだけど、まあ、今後もね、ショットガン使ってみんなの期待に応えられるようなプレイできるように頑張りたいと思います。ということで、お疲れ様でした。 GG、 バイバイ。